日本東京都渋谷区恵比寿恵比寿は東京都渋谷区の地名である。現行行政地名は恵比寿1丁目から恵比寿4丁目。郵便番号は150の0013。住所が恵比寿である町域は JR 恵比寿駅東部周辺の区域に限られるが、一般には恵比寿駅西部周辺の恵比寿西町域、恵比寿南町域、さらには 目黒区三田の一部まで含めた地域がエビスとして呼び示される。エビスの地名はエビスビールに由来する。札幌ビールの本拠地としてビール広場、ビール坂、ビール橋などの名称が残っている。ローマ字表記の場合にもエビスのほかエビスビールの商標と同じくエビスと表記されることもある。1994年。 ビール工場跡地の再開発事業として、エビスガーデンプレイスが開業、街は大きな変貌を遂げた。現在メディアでは、おしゃれな街、住みたい街としても取り上げられることがある。2018年のエビスの空撮渋谷区、渋谷地域の最東、最南部に位置し、港区、品川区、目黒区との草境にあたる。住宅地の地下は、 2017年の工事地下によれば、エビス3の21の2の地点で107万円、平方メートルとなっている。この周辺は、江戸時代には、下渋谷村、三田村と呼ばれており、渋谷川と三田用水に挟まれる農村で、大名の下屋敷が点在していた。1887年、日本ビール醸造会社がこの地に、工場建設用地を取得し、 二年後の1890年に発売されたビールはエビスビールと名付けられて人気を博した。翌1891年にはビールの運搬のために日本鉄道品川線に貨物駅が開設されエビス停留所と命名された。1906年には貨物駅のそばに同盟の旅客駅が開始された。その頃から駅周辺地域がエビスと呼ばれ始め、 それが定着していたこともあり、駅の東側から白金に向かう、現在のバス通りに沿って、エビス通り1.2丁目という町名が付けられたのが1928年のことである。その後幾度かの地名改正を受け、他に隣接する町などを統合して、現在のエビスという地名に至る。エビス神社1959年、エビスビールの名にあやかって、 西宮神社のエビス様の分霊を勘定され、エビス神社が作られた。エビスの地名の起源となったビール工場は1988年、千葉県に移転、後地は再開発されて、エビスガーデンプレイスとなった。1966年7月1日に住居表示が実施された。現在のエビス1丁目は、山下町、エビス2丁目は、新橋町及び豊沢町、 エビス三丁目が、伊達町、エビス四丁目が京急町であった。伊達町の名称は、宇和島半田達家の下屋敷があったことに由来する。京急は、近代以前は、ケツ塚と呼ばれていた地域で、現在は、同地域にある掛塚小学校にその名残がある。その他にも、旧地名は、町改名として残っており、また、エビス二丁目交差点を頂上とする坂を、伊達坂と呼び、 エビス二丁目交差点の別称は、伊達坂上である。また、現在でも、自動遊園名、マンション名やビル名などに、伊達町、豊沢町の名を参見することができる。2017年12月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。エビスガーデンプレイス、エビスガーデンプレイスタワー。 ありがとうございます。